おはようございます。おはよう。今日は一日密着させていただきます。いや、よろしく。ってことで、ギャラで朝マック買ってきました。あ、俺の時期10円か、先輩やろまあ、ええけど入れ入れ。リアルな一日って感じでいい？あ、リアルでお願いします。オッケーオッケーオッケー。まず朝起きたら、本持ちながら、デッドトークマルチタスクっすね。うん、それがいつも決まってる。 あ、ごめん、このマイクはこのまま。ごめんなさい。で、まあ普通にこれで聞いていく。 OK、 じゃあ次はトイレの後歯磨きしていきます。歯磨きはいつも通りここまでしっかりとつけていくと。どこまで歯ブラシなどこまで歯ブラシなあ、これ歯じゃなくて磨かなあかんねん、人間を休暇してっていうのね。ボディソープじゃなくて歯ブラシ。歯ブラシが一番いいって言われとる、素材的に。次行こう。今何してるんですか、これは。これ運動。あ、運動。うん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 。あ、てか就活生も運動はするんですね。あ、これマジでした方がよくて、うん、朝にしたら昼のパフォーマンス上がるん。あー、なるほど。てか何の運動ですかこれ。これはラジオ体操205。205なんかあるんや。うん、205あるんや。マジか。じゃあちなみに105やってください。おお、作ったや3代目やん。105 105作ったや3代目やん。これどこに向かってるんですかね。今からね、京大の講義室で就活対策と面接していきます。汚くない？カゴ俺のチャリ。うん、足何足あんの？服に聞いてな。うん、服に同じ感想言うんよ。はい、じゃあやっていこうか。サドルどうなってんねん。サドル、サドルどうなってんねん。これはね、湘南に合わん。湘南に合わん。絶対合わん。それ対策。あ、それ対策やな。俺経済学部やから、はいはい、毎日ここ使ってる。ここがね、マジでな、作業はかどるんよ。方形感っすね。ここマジでいいよ。あ、マジね。シュシュ。失礼します。京都大学工学部小林翔太郎です。よろしくお願いします。俺の本名やんけ。俺の本名やそれ。いいやろ。人の名前で。あとな、うん。クロックスやねん。おう。おう、ラフでやらせてくれ。クロックスで。まあこれ今面接練習。あ、面接練習っていう感じやな。あ、感じニュースを練習させてもらうっていう感じ。おー、中学生できるぞ。あんぐらい。一番緊張した。この尺の中で。絶対内定ゼロや。あ、マジか。これ気をつけよう。高速道路のドリープ。こんなに行きます。おー、こっちが動くね。TikTok 見たことないんか。こっちが動くね、こっちは。びっくりするわ。高速道路は名神、名古屋出身。名古屋出身やめろ。名神。ごめんごめん。金融系の一流企業との面接が始まった。普段ちょけている姿からは想像できないほど真剣な面持ちだ。せっかくなのでケンヤと僕の関係性について話そう。ケンヤは僕とサイコが所属するサークルの元会長であり、ケンヤに誘われて今のサークルに入った。つまり間接的に見て伊田チャンネルの生みの親である。そんな彼をみんなはこう呼ぶ。伊田ズマザー、いつでもどこでもおならをプップ。うなじの毛穴の間で三点倒立しちゃってる。午前お疲れ様です。はい、お疲れ。昼食はやっぱルネっすか。もうルネやな、もう早く食わしてくれ。何頼んだんすかね。これやっぱオクラと、うん、まあ筋トレしとるからタンパク質多め。あ、いや、多分ご飯ちっさないそれ。ご飯はこれよ。サイズ何？特徴。特徴、うん、だってあれやもんな、あの混ぜそばのさ、あの追い飯の量やもんな。追い飯より少ないまである。追い飯より少ないまであるな、うん、初めて頼んだ。これ食べて午後もしっかりと活動していきましょう。 OK、はい、いただきます。就職していこう、はい、いただきます。 OK、 じゃあ今からタコ分析始めていくわ。自己分析みんなにしてもらいたいと思って from FFF って感じでやらせてもらいます。あの FFF とは、FFF はファッキンファニーフレンズの略。この方たちのことです。じゃあよろしく、はい、じゃあなんか1個目ある。リーダーシップあると思う。お、ありがとう。嬉しいね。いいよ。熱量が高いな、何事にも。ええこと言うな、マジで。タイピング上手よね。あ、マジで。でもエンタークうるさいかな。うん、最後いらんな。
あとあれやな、あのサッカーのスローインうまいやん。うん、嬉しないねんそれ。あとサッカーで絶対水頼むよね。うん、誰がケチや。あとあれやな、ゆうちょペイ絶対使うな。もうそれはええよ。あと寝るとき目開いてるやん。それはあげさせてくれ。どうしようで行政絶対頼まん。うん、それは頼まん。こいつはどうでもいいことしか言わんのは。今日から赤の他人でいい？大丈夫？そうだよ。あの、ケンヤ君、これ今から何始まるんですかね。あ、今から就活に必要なロジカルシンキングを鍛えるための議論を始めていきたいと思います。あ、議論の練習みたいな。じゃあ今回学歴が必要か否かっていうのを議論していこう。俺はいいな、で、お前は必要な方でいい。OK。 俺は学歴が絶対必要じゃないと思ってて、うん、別に学歴があったからといって成功してる人は少ないと思う。うん、それはまず絶対に違ってて、学歴っていうのは就職活動にかなり評価される部分だから、うんうん、それは絶対違うと思ってて、うん、学歴だけが就職活動に評価されるものではないと思ってて、うんうん、まずそれはまず違ってて、うん、学歴も感じてて、かっこいいかな。うんうんうん、かっこいいって言ってて、俺は筋肉のかっこいいと思うから、頭きてる、体きてるといいと思う。うん、まずそれは違ってて、学歴ってカタカナでも評価される、うん、まあそういうのも違ってて、学歴今僕はスイカバ食べたいんやけど、スイカバ買いに行かない。行こう写真だけ撮ってる、写真だけ。あの、一個気になったことあるんですけど、それちょっと解消してもいいですかね。これ絶対これ Mac じゃないっすよね。んこれ Mac じゃなくないっすか。これ Mac やで。え、だってこれ富士通めっちゃ書いてるやん。あ、富士通と Mac のコラボで、うん、iOS57。 おぉ23世紀出身。23世紀出身じゃないけど、もう全然買ってほしい。iOS57? 57。今15とかやで。あ、ほんまに？うん。なんか俺だけ違うのかな。23世紀出身や。お疲れ様です。お疲れ。なんか、一個疑問に思ったことがあって、こうやって密着する中で、うん、ケンヤが企業に求めることはどういったことなんかなと思って。うん、まあ、そうやな。求めるって言ったら恐縮やけど、やっぱり環境問題に配慮できてる企業がいいなと思ってて、うん、やっぱりさ、SDGs を叫ばれてる中で、まあ、そういった企業に投資するような投資家が、まあ、増えてきてるというか必要条件になってきてて、で俺実際自分が住んでる地元の海めっちゃ汚くて、そういうところで生き物が死んだりしてるんで、ね、それがやっぱりマイクロプラスチックとかがいっぱいこう浮いてて、そういうの食べちゃって死んじゃうよな。まあそういうところからゴミ問題とかちゃんと配慮してる企業に就職したい。なるほどな。じゃあまあ一旦家帰って、うん、めっちゃいい志望動機やな。じゃあまた後で会おうや。オッケー、また昼飯食べたら、あの夜飯食べたら集合で。オッケー、バイバイ。お疲れ。いパ、最高合流しました。タスク8時終わらせた。ビルゲイツぐらいタスクあるやん。あの、就活お疲れ様。お疲れ。どこっすか今日は夕食。今日サイゼリアやな。サイゼリアですね。まあ、でもなんかあれやな、ストレスとか溜まってあんま食細いやな最近。あダイエットとかもしてる。ダイエットしてるしてるしてる。ジャイアント白田。ジャイアント白田のダイエット。なるほどな。これでも減らした方か。減らした方やな。だいぶ細なった。普段どんぐらい食ってたね。お疲れ様です。お疲れ。あの、ごちそうさまでした。サイゼリア全然いいな。スポーティーな学校して何が始まるんですかね。今からやっぱりな、ランやな。ラン、うん、人間性っていうのは、うん、体に出るから、行こう。はい、行こう。1から4、違う、2、それ2、はい、1から4、4で、はい、1から4で、はい、チビ、はい、おい、コバ、えい、お前が回すなよ。コバの回しで始めよう。今これ誰ですかこの人。あ、こいつ俺何事にも真剣に取り組みたいから、はい、コーチ雇ってる。コーチ雇ってる。あ、走りにも真剣。お疲れ様です。お疲れ、みんな。お疲れ。お疲れ。めっちゃペース早いですね。まあ、大体キロ2分ぐらい。お、カンテか。その背番号見せてもらって。お、マウントやった。そこは7番でやってくれ。大丈夫やった。コバも、あ、もうしのかったっす。さすが先輩の背中目がけて走りました。オッケー、毎日頑張ろうか。よし、じゃあ次シャワー浴びに行くんですかね。オッケー、よし、うん、行こう。せーせー、はい。バラバラ。はい、あの一日就活ランもしてお疲れ様ということで。お疲れ、お疲れ。なんか県側に連れられて、なんか友達の家に来たんですけど。友達の家に来た。やっぱね、就活って大変やから、うん、息抜きが大事で、うん、まあ、今回娯楽の FIFA やっていこうっていうところで。あ、 FIFA ね。最後みんなにお届けしよう。僕も大好きなんで。じゃあ僕、じゃあ昔から好きな、じゃあ、あのレアルマドリードでいきます。あ、オッケー。じゃあ俺いつも使ってるマニラ FC でいいか。
フィリピンのチーム。フィリピンのチーム。ちょけてる？ちょけてる。これでちょけてます。すまん。レアル対マリナ FC おかしいから。ガチで行って。ガチで。ガチで来て。オッケー。じゃあ SC ジャカルタで。おお。アセアン好きすぎ。こいつアセアン好きすぎ。いや、分かってるから。見ててくれ。やばうまいね。やば。でこれインド守備課題からな。インドキーパー大国やからな。ラグビーできて聞いたことないわ。ゴール前にインダスができるって言われる。もうそれあかんやろ。守備の時は裏で取っちゃう。お、もういい。いけんじゃん。まだ噂のニューデリーパスね。一番有名。あー、クロス苦手って言われたんよ。ニューデリーカウンターが今のが。ムンバイスライディングしてく。あ、いいね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 。ムンバイはタイやろ。タイちゃうやろ。俺ムンバイってタイじゃねえさすがに。おお、アホバレるな。よし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 。うわあ。しゃあ。チョレイ。卓球の掛け声やん。いや何も言えねえ。やっぱ水泳や。サッカーの喜びしてくれ。陸上。東京オリンピックお会いしましょう。